番だい。笑わないで聞いてくれ。僕はこれから真剣に絵を描いていきたいと思ってるんだ。え？僕は画家を目指すよ。これからは絵を描くことで人々に救いを、光を与えたい。ね、どう思う？僕がこれまで兄さんのやることに反対したことある？やってみろよ兄さん。兄さんの絵には真実が込められてる。真実こそが人々に感動を与え、癒しを与える。描いた絵は画廊に勤める僕が引き受ける。どんなサポートだって惜しまない。兄さんは安心して絵に打ち込んで。ねえ兄さん。僕の人生を救うのは何？ついに僕は見つけたよ。絵の中に息づく命。画家になれたら世界中の人々がキャンバスに息づくように、魂を込める、命を込める、心分かち合える芸術がきっと僕を救ってくれる。さあ絵を描こう。自然そのものが名作。世界はすでにニュージアム。激しく動くその力、それをキャンバスに切り取ることが僕の完全な幸せ。